があるって。朝早くから申し訳ないね。どうしてもお願いがあって話をしたくてさ。お願い？一体何を？それはズバリ、うちのチーム聖地末をテスト相手としてくれないかね。私と？でも私とやった時いつもボロ負けしてるんじゃ。ボロは余計だ。わら、で、最初の相手なんだが、トトウ君、君が走れ。ええ、私ですか？無理ですよ。カリン車しかないですし。いや、お前は走るべきだ。ノーザンレイクでリードホースをしているお前にはやらねばならん。はぁ、オペラ王はいつもそう。いいんじゃないですか。トトウ君もシミーと連絡取り合う仲間ですし。というわけだ。頑張りたまえ。期待しないでくださーい。はぁ、めんどくさい人たち。わら。準備はよろしいですか。これよりグランドセノーラーラも回左回りを開始します。途中のダート道路に気をつけながら走るように。それではカウント始めます。3 2 1 5。トトウ、気をつけていくんだぞ。私のカリン車じゃサスもピカピカだし、エンジンもチューニングできてませんよ。逃げるしかないです。あわわ、ノーマークしてるし、振り切る自信ないよ。さすがにノーマルの車は勝ち目ないわね。直線は強いけど、コーナーだけは遅い。すぐに負けるわ。抜かれました。でもまだまだ序の口。ちょっとドトウちゃん危なげない走りになってますね。落ち着いて走ればいいのだけど。なんとかしなきゃ。走りづらい。何か仕掛けに来るはず。一体どこに？仕掛けるのはこの先のヘアピンカーブ。そこで一致か。ここです。厳しい。だいぶ辛い感じかもしれないが、同じノーザンの血を持つ親族にしては能力が乏しい。私たちノーザン軍団は、サドラーズ・ウェルズ・デインヒル族の最強大専門賞最多上昇である限り、負けるわけにはいかないのだ。弟のサムソンよ、どうかドトウの平穏な暮らしの面倒を見ていてくれ。近づいている。でも負けない。諦めるわけにはいかない。厳しくなった。ここを差し切れば。トトウ、それはダメだ。あ、しまった。一瞬の狂いでしでかした。タクトさんの勝ちです。
ここがロスサントスか。旦那様はここにいるでしょう。幸いの息子もここにいますでしょうし。そうだな。奴が手を結ばなきゃいいんだが。それと、狙いはあれなんですね。もちろんだ、私は旦那との命のやり取りをする。人間に対する憎しみとともにな。まだ、消えてないんですね。社外から黙ってもいられないと思うが。ふん。あと少しで命が助かる矢先に脊髄損傷と診断されながらも、私に忠告もなく自らも勝手に安楽死させられた。旦那だけは許さん。今ここで地獄に引きずり込んでやる。弟よ。母の忠告を無視してここまでする必要はないのに、息子に伝えなくては。はい、メイズバンクフィナンシャル。その声は、オンファイアだな。まさか自らここに連絡するとは一体何の用だ？それは本当か。お前は乗馬で働きながらもこのような情報が飛び交うとは。これは最大の危機なのかもしれないな。詳しくはオフィスにて話そう。話はそれからだ。聞きましたか？どうやら奴が来たという話を聞いて、すべての競走馬たちが動揺しているんだぞ。今言われても現状通りやるわ。でもしかし、そんな動揺しても仕方なし。ほら、さっさと86のベース作り終えるわよ。旦那が待っているしさ。冗談じゃないっすよ。今危機的状態なのに、こんなの何かがおかしいっすよこれ。旦那様、どうかお助けを。